平田生活バス学園線、平田生活バス試合線、平田生活バスは、島根県出雲市の平田地区で運行している、コミュニティバス。一部は、旧日川町内に乗り入れる。運行は、最初は、平田市都市公社であったが、合併により現在では、出雲市都市公社に委託されている。1九9五年に、平田市内の路線バス運行を行っていた、市畑電鉄が、 路線バスの撤退を申し出た。また、市畑電鉄の方針として、道路運送法第21条や第80条による運行が行われるようになっても、委託運行には応じないというものがあった。このため、平田市は平田市路線バス対策懇和会を設置し、その中で第2種生活路線の地元負担の限界と過疎化など、様々な理由から発生した市の財政負担の 増大が指摘され、第二種生活路線での維持は、住民のためにならないということとなった。このため、1998年10月1日より、道路運送法第80条の規定を利用した、平田市による平田市生活バスの運営を開始した。設定当初の路線は、市畑電鉄が撤退する、第二種生活路線及び廃止代替路線を基本とし、住民要望を取り入れた。 路線変更及び新規路線を開設した。その後、平田市が出雲市に合併となったが、現在でも平田生活バスとして運行が行われている。運賃は一律200円で一日フリー乗車券は500円。市場宅地駅で他の路線に乗り継ぐ場合は、乗り継ぎ券が発行される。ありがとうございます。